ATS HS1 は、ATS チームが1978年の F1、世界選手権用に制作したフォーミュラワンカー。デザイナーは、ロビン・ハードとジョン・ジェントリー。ATS は1969年に設立された、自動車用品メーカーで、主に鋳造ホイールを製造していた。1970年代初めに共同オーナーの、キュンター・シミット主導の下、 モータースポーツイベントのスポンサーを始める。1975年には、フィンランド人ドライバーのミッコ・コザローイツキーと共に、フォーミュラ B に参戦する。翌年に ATS ホイールは、コザローイツキー、ラインホルトヨーストと共に、フォーミュラ2に参入したが、成功はできなかった。1977年の初めに、ATS は、チームペンスキーの機材を購入した。 ATS レーシングチームとして F1 に参戦、ペンスキー PC4 をジャンピエール・ジャリエがドライブし、初レースのアメリカ西グランプリでポイントを獲得した。それとは別にシーズンは混沌としたものとなり、それ以上の結果を出すことはできなかった。1978年に入ると ATS は前年限りで F1 を撤退したマーチエンジニアリングの機材を入手。 チームの拠点をイギリスへ移動させ、旧マーチのスタッフと共に、オリジナルの車両、ATS-HS-1 を開発した。この車両は独立デザイナーに設計を依頼した、ものであった。HS-1 は何度か完走したものの、いずれもポイント圏外であった。HS-1 はシーズン終盤には、新型の ATS-D1 にとって変わられた。HS-1 のデザイナーは、 マーチエンジニアリング創設者の一人である、ロビン・ハードとジョン・ジェントリーであった。あるものは、HS1 を完全な再設計と信じたが、別のソースによると、1976年に、ジェフ・フェリスが設計した、ペンスキー PC4 の再設計に過ぎないともされ、それは1975年のマーチ751が、起源とされた。HS1 はアルミニウム製モノコックを持ち、 PC4 に比べてトレッドは前が 1500mm から 1422mm、後が 1525mm から 1473mm と縮小された。これは PC4 とその前身のペンスキー PC3 のサスペンションに対応していた。PC4 と比較するとより平たいフロントエンドとなり、エンジンカバーは小型のものを装着した。エンジンは コスワース DFV を搭載した。ギアボックスは、ヒューランド FG400。タイヤは、グッドイヤーを装着した。HS1 は3台が製作された。シーズンの大半は1号車と2号車が使用され、3号車は2000にのみ、使用された。それぞれのシャシーが使用されたグランプリは、以下の通り。ありがとうございます。